この紋章は。もしかしてこれが DG 教団の。それにあの総員にあったのと似ているような。あの薄気味悪い悪魔が現れやがった場所か。ほう、そんな場所があるのか。あんたが待ち受けていた塔と似たような場所でね。それはともかく、何かの弱みを握られて協力させられてたみてえだが、この楽園ってのは何なんだ。わかりません。ひょっとしたら教団のロッジの一つかもしれませんが。いずれにせよハルトマン議長は彼に弱みを握られていた。そして彼がクロスベルに潜伏するのをルバーチェに手伝わせたのか。許せない。自治州代表の一人でありながら、なんという愚劣なことを。こんな人のためにおじい様は長年苦労して、お父様はクロスベルを捨てて。エリー、考えに浸るのは早い。この黒いファイルによれば、グノーシスを製造している場所は病院ではなく別の場所のようだ。そして出荷リストによれば、マフィア以外にもかなりの量がどこかに流れているらしい。ああ、どうやら彼はここ以外にも拠点を持っていることになる。ひょっとして行方不明の人たちはそこに。ありえそうですね。一体どこにあるんでしょう。そのマフィア以外の卸先ってのも気になるな。おい、まさかヘイウエとかいうオチじゃねえだろうな。あのツァオがそんなものに手を出すほど可愛げがあるものか。可能性があるとすれば、どこぞの野心的な製薬会社、もしくはテロリストや両兵団、各国の諜報機関もありうるだろう。ふん、確かにな。つくづくクロスベルという地の特異性が恨めしくなるわね。ああ、こちらの白いファイルも確かめてみよう。行くぞ。謝らないでください。どうかそのまま確認してください。ああ、この頃の表情に比べたら。ティオ、言うまでもないわ。見違えるほど可愛くなったと思うぜ。お世辞でも嬉しいです。ロイドさん、どうか確認を。わかった。こいつは蓮さん、
そう、やはりそうつながるのね。うん、その娘もお前たちの知り合いか。当時共和国の東方人街でも拉致事件の噂は耳にしたが、しかしよくもまあこれだけのことをしでかしたものだ。この写真だけ新しいようだが、最近撮ったものということか。ああ、多分そうだろう。くそ、最初から知っていたのか。俺たちがキーボーをここに連れてきたとき、やつは何食わぬ顔で検査入院を進めてきたわけか。この声は、あ、レンちゃん。おいおい、マジかよ。君はいつからそこに。気配を感じなかった。どうやらただ者ではなさそうだな。同じくらいにはね。改めて自己紹介を。ウロボロスの執行者ナンバー15、殲滅天使レンよ。お見知りおきを。エステルたちから聞いた通りか。ウロボロス、なるほど、野生狼の同類か。あら、バルターのことを知っているの？前に一度やり合ったことがある。結局決着がつかずに取り逃がしてしまったがな。彼も同じように思っているでしょうね。レンが結社に戻っていれば一緒に誘ってもよかったけど、それともブルブレーあたりを誘った方が喜んでくれたかしら。他の怪盗の名まで出てくるか。ウロボロス、なかなか興味深い連中だ。あなたみたいな人が今までスカウトされていないのはむしろ不思議な気もするけど。何か理由でもあるのかしら。たわごとレン、ひょっとして結社も関与しているのか。この研究室の主が起こそうとしている企みに。それはないわ。レンはあくまで個人的な理由でこの地にとどまっているというだけ。ヨアヒム・ギュンター、セウルスライカ大学准教授にして DG 教団幹部司祭、全ての儀式の成果を集めて闇に消えたグノーシスの開発者。これでやっとレンの知りたい全てが揃ったわ。そうか、君は。あの白いファイルですか。当たりはついていたけど、汚れの怪我も治ったし、お兄さんたちにも助けてもらった。これでやっとこの地にとどまる理由は一つだけになったわ。エステルたちに会ったら伝えておいてちょうだい。レンを捕まえられる最後のチャンスをあげるって。
無駄な努力だとは思うけど。君は一体何をするつもりなんだ。この地の蓮はキティ、気まぐれに観察するだけの存在。お兄さんたちを助けるつもりも、あえて邪魔するつもりもないわ。でもまあ、一つだけ忠告してあげる。あの子は多分全ての鍵、くれぐれも奪われないことね。言われるまでもないと思うけど。全ての鍵、ひょっとしてキーヤちゃんのこと。そろそろレンは行くわね。それでは皆様、グーテンアーベント。おい、私たち夢でも見ているの。ウロボロス、あそこまでの技術力だなんて。どうやら認識を改める必要があるようだね。たく、あの秘書野郎といい、常識外れすぎんだろう。ああ、だが、どうやらレンは事件には関わってないようだ。黒幕の正体も判明して、その狙いもおぼろげだが見えてきた。こうなったら急いでクロスベル市に戻って。な、すごいタイミングね。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。よかった、無事だったのね。私よ、警備隊のソーニャ・ベルツ。ソーニャ副司令、今どちらにいるんですか。ちょうど病院に到着したところよ。これから部隊を突入させるけど問題ないかしら。そうですか。マフィアたちは一通り制圧している状態です。病院内の人たちに声をかけて保護してあげてください。わかったわ、また後で合流しましょう。やれやれ、これで一安心ってところか。ええ、でもまだ気が抜けないわ。そうですね、あの秘書さんの予告ではまだ何かあるみたいですし。ああ、副司令と話したら急いでクロスベル市に戻ろう。どうやらここまでのようだな。いい、行くのか。これ以上付き合う義理はない。ザオへの報告は十分だし、私は私で守るべきなのだ。お前たちと同じようにね。あなた一体。今宵は会うこともあるまい。だが夜はまだ長い、くれぐれも気をつけるのだ。ああ、ありがとう。ま、一応礼を言っとくぜ。お疲れ様でした。さらばだ。
そう、急いで町に戻るのね。ごめん、セシルネ。本当だったら復旧の手伝いをしなくちゃいけないのに。気にしないで。警備隊の方々もいるし、あなたたちはあなたたちにしかできないことをするべきよ。キーヤちゃんの身が危ないかもしれないんでしょ。ああ、正直ヨアヒム先生の狙いはまだはっきりとはわからない。この混乱した状況で俺たちがどう動くべきかも。でもキーヤはあの子だけは必ず守ってみせる。私も同じくです。絶対に守ります。ま、危ない野郎のもとには意地でも戻させないっすから。大切なのはあなたたちが何をどう守りたいかだと思う。それさえ見失わなければきっと答えは出せるはずよ。大丈夫、あなたたちならきっとやれるわ。セシルネ、ありがとう。そう言っていただけると本当に心強いです。言おうとしてたことをほとんど言われてしまったわね。拘置所の方も襲撃されて警備隊も相当混乱しているけど、ベルガード門の部隊と連携して事態の収拾に当たらせてもらうわ。長い夜になりそうだけど、お互い頑張って乗り切りましょう。はい。ま、せいぜい気張らせてもらいますよ。それじゃあノエル、大至急ロイド君たちをクロスベル市に送ってちょうだい。可能な限り急いで、ただし事故らないようにね。イエスマム。さてと、病院内の復旧に戻りましょう。セシルさん、研究棟に案内してもらえる？ええ、わかりました。みんなどうか気をつけて。それからガイさん、どうか。わわ、大変でしたね。おめでとうございます。ランク